スコット・ティーバン・スライクは、アメリカ合衆国ミズーリ州、セントルイス・グンチェスター・フィールド出身の、元プロ野球選手。ウト右ミギウチ。父は、元野球選手のアンディバン・スライク。2005年の MLB ドラフト14巡目で、ロサンゼルス・ドジャースから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級アリゾナリーグ・ドジャースで、プロデビュー。24試合出場して打率。 282を記録した。2006年はパイオニアリーグのルーキー級オグデン・ラプターズでプレーした。A 級インランドエンパイアシックスティシクサーズでプレーしていた2009年にはカリフォルニアリーグのオールスターゲームに選出された。2010年は開幕を A 級チャタヌーガルックアーズで迎えた。2011年も開幕を A 級チャタヌーガで迎えた。 オフに40人枠に登録された。2012年5月9日のサンフランシスコジャイアンツ戦で代打で登場してメジャーデビューを果たし初打席初打点を記録した。20日のセントルイスカージナルス戦ではマーク・ゼプチンスキーからメジャー初本塁打を放った。2013年からは主に控え外野手及び右の代打として起用された。 2017年7月31日にトニー・シングラーにとのトレードでマイナーリーグ所属選手1名と共にシンシナテキレッツへ移籍した。移籍後は参加のトリプル A 級ルイビル・バッツでプレーしていたが8月9日にリーフとなり13日に40人枠から外れる形でトリプル A 級ルイビルに配属された。レギュラーシーズン終了後の10月2日に FA となった。2018年1月13日にマイアミ・マーリンズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2018年6月26日に、不審により退団したジミー・パラデスの代役として、韓国のトサンベアーズと契約。しかし12試合で1本類が4打点のみの記録で、同年9月20日に、 ベーバー工事された。結局その後は無所属で現役を引退した。ありがとうございます。